年末大掃除をしていたら疲労困憊してきたので、東京から地方へ釣りに出かけてみました。皆さんこんにちは。山の空気が大好きなので息抜きに山梨へ来ました。チャイムが鳴ってるね。始まりますよ。15年ぶりくらいの釣り堀にやってきました。名前は忘れたけど山梨の釣り堀です。どっか行っちゃった猫がいたのに、どこ、あれ、どっちも魚も猫、まあ、魚を待ってるのか。はい、ここから竿とバケツを選んで行くみたいなんですけど、こんな長いのね、竿っていうの。ちっちゃい頃に釣り行ったきりだから久しぶりですね。どれでもいいのか、とりあえずこれにするか。餌ももらいました。バケツは何でもいい。あれだ、すごい長いな、これ通れない。おい、魚を元にしたのか、お前さん。何もまだ釣れてないんだけどさ、こっちはね、まだ魚あげれないです。釣ってもあげないし。バイバイ。バイバイ。魚をね、どこにいるかわかんない。今日は、とっても晴れてるので、魚が釣りにくいみたいですね。本当は1時間制なんですけど、無制限みたいです。釣りにくいから。どこいるんだ？おーい。ペースト食。むずいな。こうか。お、いいんじゃない？おー。できた。長っ。全部取って、おー、餌行きましたね。ででーん。あー、私が釣れちゃった。またこの練り梅をつけて。いやー、この野戸家の雰囲気いいですわ。食いつくんだけどね、なかなかね、引き上げられない。ね、魚見えますか、これ。意外と奥の方とか結構いるんだよ。これがね、なかなか釣れなくて苦戦してますね。こういう釣り堀ってどんどん釣れるものなのかなと思ってたんですけど、そんなこともないんですね。だからさ、お魚ないんだってば。ほら見て、ほら見てごらん、ゼロですね。そんなふてくされんなって。私がこれからさ、おいしいお魚を釣って一人で食べて飲むから、それを見守ってて。わもうあまりにも釣れないので猫んとこ遊びに来ました。いろいろあるよね、人生。つまんないよね、ここにいても。あれあれで、やっほー、みんな集まってくるじゃん。友達なの？釣り再開してくるか。釣れてる。もうみたいな。はい、梅練り再び。チネ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 。だからないってば。魚ないんだってば。釣れてもあげないし。いや、
ってば。餌はごめんだけど。いやーもうこれ釣れないですわ。なぜか魚も見えなくなっちゃったので解散。お腹すいた。まあこれからどっかご飯屋さんでも寄ってお魚でも食べてのんびり帰りたいと思います。まあこれもいい思い出だね。まあ釣りはまたリベンジしたいと思います。ありがとう。釣り堀雪だるま。雪だるまはずっとここで見守っててくれてました。ありがとうね。またね。だるま行くぞ。あっ、うわっ、あー、ダメ。少しでも癒されるために来ましたパン屋さん、ベーカリーポノというお店でした。可愛らしい入り口を開けるとおしゃれな店内と美味しそうなパン。いただきます。筋肉痛。キノコクリームドッグ食べます。ボリュームがすごいですねこれ。ウインナーがパキッと、クリームがグラタンみたいで濃厚、うまち。チーズもトロトロでキノコたっぷり、うん、食べ応え満点だ。熱々のコーヒーによく合う。これは蜂蜜ゴルゴンゾーラっていうパリパリの生地に蜂蜜とチーズがたっぷりかかってるやつです、うん、癖になる味。スナック感覚でどんどん食べれる。パリパリの中にね、若干もちっとした部分もあって最高。うん、パリパリ大満足です。パン屋さんの雰囲気も匂いも本当に大好き。地方のパン屋さん巡りしてみたいですね。いや素敵なお店でした。パン美味しかった。本当にパン屋さんって幸せな気持ちになる。さて今回も幸せなのんびり旅でございました。念願の釣りもできたし、パン屋さんも行けたし、体も動かせたし、あのヘッポコバッティングのせいでもう筋肉痛でございます。ということで、安全にのんびり帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。山梨最高。